阪神岡田監督 MVP は俺でもいいんじゃないかと笑い、1985年以来38年ぶりとなる日本一を達成した阪神岡田彰布監督が13日 ABC ニュースおかえり見生出演、秋季キャンプ地の高知県安芸市と中継を結んで行われたが、 MVP は俺でもいいんじゃないかと笑い、と本音をポロリした。選手の MVP には近本を挙げながらも、平田ヘッドコーチが同番組に出演した際、日本シリーズの MVP に岡田監督を挙げていた VTR が流された。これ生で見てたよ、答えは分かっていたんだけど、そういう意味では俺でもいいんじゃないかなと笑い、と笑顔で明かし、そう思いますね俺ね、とかぶせた。 MVP 俺岡田監督間違いない。おそらく勝力松太郎賞だと思いますよ。僕も MVP は岡田監督だと思います。去年の弱かったチームを1年で日本一にしたからね。それしかないでしょ。てか本当にそうだと思う。歴代の真由美監督、和田監督、金本監督、矢野監督たちが2度まりだったことを鑑みてもやっぱりすごいことだし。おーん、笑そらそうよ笑。正直やるというか MVP 候補多すぎる今季の阪神。いいなし。なんかそれで英気もしてきた。岡田さんでいいです。私も MVP 岡田監督でいいと思うよ。どんでんウキウキで可愛い。紅白はどんでんが審査員するならちょっと見る。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。